カラス土塚古墳は奈良県伊古間郡ヘグ町春日宮にある古墳。形状は前方後円墳。国の史跡に指定されている。奈良県西部、市二三東六のヘグ谷において、龍田川西岸の独立給料場に築造された古墳である。1969年に発掘調査が実施されている。墳宮は前方後円形で。 噴球主軸を南北方向として前方部を北方向に向ける。噴球は一段築成。噴球長は60.5メートルを測り、ヘグリガニでは最大規模になる。噴球表面で吹き石は認められていないが、円筒派に割れ列が認められている。噴球周囲には、修光が認められる。主体部の埋葬施設は、公園部における両袖式の横穴式石室で、 巨石を用いて構築され、南方向に開港する。石室内では原室に、組合式毛型石管一基が、沿道に、組合式石管一基が据えられ、周囲から多数の副葬品、継承埴庭が検出されている。このカラス土塚古墳は、古墳時代後期の6世紀中央頃の築造と、推定される。被葬者は明らかでなく、 ヘグリシとの関連性を指摘する説が挙げられている。ただし、当該時期のヘグリシには目立った活躍が見られない点が注意される。古墳域は1971年に国の史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り。墳丘報道は半築的手法の森土による、石質原室中央に組合式規形石棺。主体部の埋葬施設としては、 公園部において、両袖式横穴式石室が構築されており、南方向に開港する。石室の規模は次の通り。石室は巨石を使用した奈良県内でも、屈指の規模のもので、幅に比べて天井が非常に高い形態になる。石材は、西方の石床神社付近のものとされる。奥壁、前壁は垂直に、側壁はやや持ち送って積むことで構築され。 沿道下には暗居の排水口が設けられている。石室の構造としては、腰塚古墳とは、ほぼ同一設計になるとして注目される。石室内では、原室奥壁よりに、組合式の家型石棺一基が、沿道部に、組合式石棺一基が据えられ、周囲から多数の副葬品が検出されている。原室棺は二条山白色業界完製で、 外石を結出するが、棺見東側石に、社交紙の装飾文様が施される点で注目される。沿道棺も、二条山白色業界岩性で、連接した石材三枚が、棺底石として依存する。石室から検出された主な副装品は次の通り。また沿道部から前庭部にかけて、継承埴庭が検出されている。ありがとうございます。